鳥取市の郊外にある吉岡温泉。1000年の歴史を持ち、江戸時代には鳥取藩主もたびたび訪れたという奥座敷です。その温泉街にある日帰り温泉施設、一の湯です。お湯の温度は少々厚めの 51.3 度、源泉かけ流しの湯が自慢です。そんな一の湯にはあるユニークなお風呂も。料金表をよく見てみると、そこに書かれていたのはワンコの湯。犬の写真もあちこちに飾られています。実はこちら、全国的にも珍しい犬専用の貸し切り温泉があるんです。この日、ワンコの湯に常連客がやってきました。今から一の湯さんのワンコ風呂に一緒に入ります。種類は長毛のタイプの秋田犬で、女の子ですけど、コハルって言います。飼い主でラッパーの OGK さんこと大田垣さんと、秋田犬の小春ちゃん2歳です。準備が整うとおっかってんじゃん、いいね、うぃ、人間みたいに入ってくるすごいじゃん、気持ちいいな、おい。なんと小春は自分から温泉へ一直線に向かいます。1年ほど前から月に2回のペースで温泉通いを始めた小春。今はお湯怖がる子多いんですけど、この子は好きなんですよね、入るのが。最初の頃はやっぱ怖がってたんですけど、なんか入っていくと気持ちよさに気づいてきて、今自分からこうやって入っていきますね。お湯の温度は35度から40度ほど。人間が入る温泉より少しぬるめですが、温かいお湯に首まで浸かり、小春もこの表情です。気持ちいいか、小春。ええな。もともと小春を広いお風呂に入れてやりたいという思いから、こちらに通うようになった大田垣さん。温泉に通い始めたことで、小春にもある変化が。どうしても肉眼じゃ見えないんですけど、ブツブツが出たり、かぶれたりしてなんですけど、ここの吉岡温泉さんのお湯が肌にすごい良くって、すごい良くなるんですよ。お湯をかけて流してあげるだけで、毛もすごくしっとりしてふわふわになります。30分から40分ほど温泉に浸かると、なんか風呂から上がるときにちょっと神々しいんですよね。うわぁ。毛並みを整える乾燥タイムです。これで常連客小春の温泉ルーティーンは終了です。特にこの子は毛が細くて柔らかいんで、よくわかりますね、風呂上がったらいつも。ふわーっと立って、また入れてあげたいな。どうだったおい、気持ちよかったか。また一の湯では、SNS でワンコの湯に入る犬たちを紹介。口コミで広まり、利用客も少しずつ増えてきたといいます。お客様の声を聞くたびに、気持ちよさそうだったとか、毛がふわふわになったとか言っていただけるように最近なってきたので、飼ってる方が多いので、はい、どんどん利用していっていただきたいなと。寒さの厳しいこの季節、ぜひ一度ワンコの湯を体験してみてはいかがでしょうか。気持ちいい、癒される、いい湯だワン。